ラドバン・ブラトコビチは、クロアチア出身のホルン奏者。6歳から2年にわたってアメリカ暮らす間にホルンを習い始め、帰国後にザグレブ音楽大学に学んだ後、デトモルト音楽大学でミヒャイル・ヘルツェルに指示。1983年にミュンヘン国際音楽コンクールにて優勝する。1982年から西ベルリンのベルリン放送交響楽団の 主席ホルン奏者を務めたが、1990年にソリストとしての活動に専念するため退任し、ドイツ内外の主要なオーケストラに客演するとともに、ホルンのための主要な作品の数々を録音してきた。ソリストとしては、欧米の他に、カナダやメキシコ、イスラエル、中近東、アフリカ、オーストラリアなども訪れている。マルボロ音楽祭への参加や、 フィラデルフィア室内楽協会におけるリサイタルなども行ってきた。レパートリーはバロック音楽から現代音楽までと幅広く世界で最も異彩を放つ経験豊富なホルン奏者の一人とみなされている。1992年からシュトットガルト音楽演劇大学で1998年よりザルツブルクモーツァルテウム音楽大学で2006年より 中理飛高等芸術学校にてホルン教授に就任している。また、マドリードソフィア王妃音楽学校のホルン教授も務めている。ありがとうございます。